いつぶりでしょうか。覚えてません。一回ね、全てを、そう、一回撮ろうって言ってた日からまた1ヶ月経ってるから。そんな経った？うん、1ヶ月どころじゃないね。前回撮った時からは多分これを見たらわかると思うんですけど、見てもわからへんな。あー、セーブデータね。うん、6月17なんですよ。なるほどね。ねえ、はい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 、1ヶ月半ぐらいかな、経ってますね。経ってますね。そりゃ覚えてないですよ。まあでもほら、葛飾北斎生き返らせたい女の子がいたっていうことは覚えてるやん。だけは覚えてる。そう、だからまあ名前とか忘れてたら一応確認しつつって感じでさ。まあそうね。うん、いや、せっかくね、なんかいい感じの展開だった気がするけど、この鉄夫ちゃんルートから逸れた瞬間ちょっとね、はぁーってため息よ。俺らは鉄夫ちゃんが見てんだ。さあ、で、春江さんのルートなんだけど、もしこのまま、あ、前回のあらすじそうじゃん、あるじゃん、ありがてー、かしり主だよね。はい、かしり主です。うんうん、かしり主と疑わしい複数の報告を受けた春江、同じく呪詛玉を狙っているという、あ、合ってるわ、当のあやめの存在を気にしながらも引き続き甲斐リヒタにかしり主捜索を一任する。あやめちゃん、はいはい、やりましょうか。やりましょう。午前3時台、夜更かしやん。みんなね、よくオールできるよね。それから貸り主探しは引き続き甲斐さんにお願いすることにして、私は自宅まで帰ってきた。おー、あ、自宅の周囲見れる。あ、ん、コマ撮りのシール、あ、発見。なめどりだった。なめどりやったわ。コマドリって何？わかんない。初耳なんだけど。いや、生かすね、なんか。ダチョウだよね、これね。暴走族の、うん、あの、なめんなよ猫の。そう、なめ猫の。鶏、そう、鶏バージョン。うんうん。なめどりバージョン。うん？鳥バージョン。あー、で、周囲。コマドリって検索したらめっちゃ可愛い鳥出てきた。え？見たい。ざわざわという庭の木が、あ、ややこまってコマドリイメージしてんのかな。え、知らないんだけど。あの、すみません、あのポケモンの話しちゃった。ざわつく音が聞こえる。そこ使うからね、私。使わんでいいやろ。でも絶妙なタイミングだよな。うん。関東大震災の後にこの場所に移設された古い屋敷だ。幸い戦時中も被害を受けずに今も残されている。ここで生まれ育ったけど、もっと新しくて綺麗な家に憧れていた。お、資料。シギマ邸。シギマ家は古くは本所に武家屋敷を構えていた家柄で、近代以降も代々警察官僚を務めるような名家であった。もともとはもう少し郊外に建てられていた屋敷だが、1923年の関東大震災の後、現在の場所に移設された。かつては、用人がたびたび訪ねてくるなど活気も感じられたが、1年前の事件以降、家主が塞ぎ込むようになってからは、この邸宅もひっそりと静まり返るようになった。これは、なんで光ってんだ？あ、新しく増えたか。新しいシールを見つけたからじゃない。はいはいはい、オッケーオッケー。な、え？なんか、ヒントあるんだ。いや、あったで。あ、あった、うん、全然。前からあったで。今知ったわ。なんで俺これ覚えてる？よく覚えてんね。で、周りが？屋敷は全部、あ、玄関。あー、へー、考えよう。こんな調子で再婚が本当に集まるのだろうか。もしこのまま、誰も呪いを使わなかったら、あの子を蘇らせる機会がなくなってしまう。周一くんね？うん。あー、考え物ですね。なんかその蘇らせる方法としては、自分で使うよりも使ったやつの
呪詛玉を回収しようぜっていう話なのね。そうだよね。他の人の再婚を集めて集めて、その自分たちで人を殺すことなく蘇らせようとしてるよね。そう、カイリヒタ的には、使うの良くないんじゃないっていう話。ね、やめてくれやって。そしたら僕はもう味方できないよって。僕は君を人殺しにしたくないんだって。いやー、いい男。さあ、入るかここで待つかだけど。いらなくていいんじゃない？ここで待つってでも変わんないよ。入ろうぜ。手のひらくる早。中に入るか。まあ最初から入ろうと思ってたけど。ああそうだったんだ。え、お、ん？おお進んだ。ああなるほどね、はいはいはい。だぜ鉄夫ちゃん。そしてなんか実績も解除された。受話器握りしめて。ねえ。めちゃくちゃ強く握りしめてるよ。予告電話。堤鉄夫。消えずの安穏の頭主だったら、そうだ、荒石先生とも喋ったね、あのなんか声高い。うん、可愛い声してた。あの、なんか猫なで声で。説得し、これで合計3つの呪詛玉を回収した。もうそんな回収したのか。あ、波書きのも回収してるからか。知っている。うん、自分の服みたいなのかな。かなっぽいね。堤とエリオは残る頭主を見つけるべく、町内の捜索を続ける。やったー、鉄夫ちゃんだ。午前4時台。夜更かし。みんないいな、すごいな。そんな年齢重ねても夜更かしできる体でありたい。路上。まだいける。マジ？偉いね。さて。あれ？鉄夫ちゃん？2ヶ月見ない代わりになんか声高くなっちゃった。あら、荒石みたいな。ちょっと。とりあえず七不思議に関連する場所を一通り巡ってきたわけだが、はい、次の場所で最後ですけど、ここまでまさかの収穫なしです。どいつもこいつも怪しく見えて片っ端から職質したんですけどね。いや、こんな時間に結構どいつもこいつもって言うくらいには人いたんだ。まあ東京やし。ああ、まあそうか。おるやろ。舐めてたわ東京のこと。タイミングが悪かったのか、活動してる貸主が意外と少ないのか。これは朝までにもう一周必要なやつですかね。ああ、久しぶりに見たこのうんって口。久し…ああ、やった。あるいは我々の動きが察知されているとか。え、まさか。まあとりあえず最後の場所に行ってみるか。なんかあるといいんですけどね。どこに向かってるんやっけ。金しぼり公園行くよね。あー、行っていいんですか金しぼり公園。これはどっちが倒れてるか。そうだね。え、さすがにでもこのルートはさ、多分奥、あの大きい家、大きい家が、うん、タクシーで帰らせたルート。そうのはず、そのはず。陽子ちゃんは生きてるはずなんだよ。やんな。奥田さんってこの人でしょ。うん。うん。ええー、行っていいんだ。結構遠くまで来た、ね。まあそこしかないからな、まあ、最後。そうだね。気になるところだよね。大きい家と会うのか。会わないのか。どうか。金絞り公園。うわっ、あー死んでる。ズッキーが。いや俺ではない。おい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 、死んでる。なんで同じポーズしてんだよ。仲良し。しまった、やられたか。呪いか。とにかく通報してきます。お前ら警察やろ。よし、任せた。俺は付近を調べる。うわぁ、さすがにもう生きてなかったか。ボス、ダメです。なんだダメって。今、区内で別の変死体が発見されていて、救急隊も鑑識もそっちに出払ってて、到着までしばらくかかるそうです。福永陽子が暴走してるのか。おー、いやいや、全員殺してって。おー、まあ条件あるけどな。そうだね。
立ち去らなあかんっていう、置いてかないでっていう、さ、置いてけぼりやから、そう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 、そう、置いてかないで状態にさせれば、まあ、活動できるけど、でもそれこそ、あひゃひゃひゃって言って追いかけてたらさ、逃げたくなるから、立ち去るやん。逃げなきゃってなるわな。ねえ、最強じゃん。全員逃げ、うん、逃げなあかんってなるわ。おお、それはダメだ。他にもやられしまってたか。走り主の仕業でしょうか。このタイミングで変死体が出たなら、まずそれを疑ってかかるべきだろうよ。くそ、しばらくはここで待機か。いや、死体のそばで待機か。ん、まあ、舐めるように見ていいんじゃない、死体。そうだね。あ、電話鳴ってる。ボス、電話が鳴ってますよ。どっから？これかい？公衆電話？え、怖すぎだろ。いやいや、無理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 。この周囲に走り主や呪霊がいないことはさっき確認した。静かな公園に電話のベルだけが響いている。え、もうホラーゲームやん。ホラーゲームやねんって。そう、ホラーゲームだったことすっかり忘れてた。何やって思っとってん。20代ぐらいの青年が無残な姿で亡くなっている。絶命していることは確認したが、少し見ただけで死因がよくわからない。目立った外傷は見当たらないが、顔から出てるのは水か？水死体ってか、溺死だな。まあ、溺死やから置いてきぼりやわな。だな。いや、じゃあ陽子ちゃんがやっぱ殺してる臭いな。電話が気になってるようだ。そういう年頃かな。そういうこともあるよな。遊具調べたいな。あれ？いや、調べるとこなさそうやったで、ね、遊具。ないか。考えよう。公衆電話が鳴ってるのか？なるもんなんだな、こういうの。鉄尾ちゃん。すごいな、なんか。状況をこう飲み込む力が早いっていうか、すごいよね。公衆電話にかけ方は俺知らんねんけど、うん、私もかけられるもんなの？でもなんかあるよな。ね、よくね、ホラーゲームでよくあるなって思うんだけど、もう少し様子、もう少し様子見たらなんか進んじゃった。へえ。かけれるの？公衆電話の電話番号は非公開、かけることは可能ですが、番号が分からなければ目的の公衆電話には繋がりませんっていうベストアンサーの知恵袋を見つけた。まあでもそっか、他の電話にかけられるってことは、これは、まあ、そうよな。その公衆電話自体には番号が存在するってことだもんな。そうだよね。公衆電話から一回自分の携帯にかけてみて、うん、どんな番号でかかってるかは確認できんのかな。非通知なのかな。いや、あのね、公衆電話って出る。あ、へえ。うん。お、なんだこれ。よく見れば電話の脇に何か貼ってあるじゃないか。何？お、いやいや、ボス、様子を見るってそういうことじゃないんですよ。やった。ダメ取り。発見できた。ペリカン。かわいい。なんか胸張ってるみたいでいいね。まあ電話に出るか。まあ電話に出るか。仕方ねえな、行ってくれ。ちょっと電話っていうの期待した。はい、お気をつけて。呪いかもしれないですけど。きついと思ったからやめた。おい待て、それで俺を行かせようとしてたのか。体勢ある方が行くべきでしょ。ほらボス、早く早く。いや、いいなぁ。くそ。いや、それで行くな。鉄尾が。かわいい。いいのよな。やっぱこれ、ホラーゲームじゃなくて、推しをめでるゲームじゃないんですか？いや、ホラーゲーム、ああ。はい、こちら、金絞り公園。え？よう、堤刑事、調子はどうだ？ん？誰だあんた。やった、本物だ。あんた、あの堤刑事なんだな。うわ、鎌かけられちゃった。ああ、違うか。今はもう昇進して警部なんだっけか。え、刑事だった頃知ってるって、帰りしたぐらいしか思い浮かばない。知ってる。あ、
カイリヒト？違う。か。カタカナだから。あいつ、あいつ、あいつ、あいつ。アシミヤ。そうそうそう、アシミヤ誠。今で言う、うん、あ、うん、そう、今で言うアシミヤ誠とネジマフミチか。そう、ネジ、ネジブシュシパー。なんて？しばらくさたねえ間に偉くなったもんだな。お前は誰だと聞いているが。んだよ、忘れちまったってのか俺の答えよ。いや、やっぱそうだろう。アンドギャーをあんなに俺のことを追いかけ回してくれたとによ。その声、まさかねじまふみちかか。ねじま、ふみちかって、あの、ねじま事件の、犯人？ってことは、まあ、釈放されたとはいえ、うん、まあ、何かしらの恨みを逆に持ってるとか、は、うん、まあ、更生してないんやろうな。いや、更生しないでしょうよ。根っからイカれたサイコパスなんかもしれへんな。うん、いやね、息を潜めてただけでしょうよ。あったりー、さすが堤警部様、よく覚えておいでだ。こんな喋り方だったんだ。いや、知らん。こっちらあんたのおかげで20年も無所暮らししたからな、ねぎらってくれよな。あー、ご苦労様でした。それはご苦労だったな。罪は十分償えたか。そりゃもうおかげさまで綺麗に清算できたぜ。まあ新たに今から生み出すんだけどな。嘘つけ、無期だったお前の罪が20年程度で償えるはずがねえ。知らねえよ、司法制度が俺の仮出国を認めてくれたんだからな。なんだと？これが本物のねじま踏みつけたとしたら、当時検挙した俺を相当憎んでいるはずだ、恨んでいるはずだ。いや、これ直接対決ありそうだね。うん、狙いはお礼参りか。くそ、こんな時に。まあ、ねじま踏みつけであろう足宮誠もおそらく貸り主だろうからな。どっち聞こうね。まあ、上から聞くか。何が目的だ。はい、お前さん、何が目的だ。いや、実はさ、俺も反省してるんでね。実は仮出国から今まではおとなしく過ごしてたわけよ。仕事も斡旋してもらったしよ、真面目に地道に生きるのも悪くねえかもなって。そんなな、無理だろう。おう、それはいい考えだ。俺も応援するぜ。でも、ダメだな。いい機会があるとなったら、やっぱ我慢なんねえのよ。やっぱりあんたにお礼しとかなきゃ、俺の新たな人生は始まらねえなって。わかるよな、この気持ち。わからんね。いやいや、俺とか気にすんな、無理すんな。そのままつましく生きるのがいいぞ、きっと。鉄夫ちゃん、なんか適当に聞こえるんだよな、この。分かってないようなふりしてんのかな。うん、かな。いや、いいな。大丈夫、大丈夫。別に無理じゃねえからよ。でな、あんたを直接バラすのは、まあ簡単にできるんだが。うん、それじゃあ20年間飼い育ててきた腹の虫が収まんねんだわ。おいおい、ずいぶん育てたもんだな。寄生虫で腹パンパンなんじゃないのか。痩せ細ってるけどな今。確かに。あ、だから太んないんじゃないの。あー、中の腹の虫に全部食われてる。脂肪も吸収、燃焼してくれてるってことやな。そうそうそう、栄養全部吸われてる。この腹の虫どもにあんたを捧げることだけを考えて地獄の20年間を乗り切ったんだぜ。性格の悪い監視からの嫌がらせも必死に耐えて模範囚を演じることができたのも、
あんたのおかげだよ、つつみ。あとはおめえさんが受け入れてくれるだけでいいんだよ、俺の思いを。それは俺には重いな。うん、ちょっとね、愛が重すぎるね、20年も。育まれた愛。うるせえバカ。そういう態度だからおめえ後回しなんだよ。なるほど。何が目的だ？で、何が目的だ？何をするつもりなんだ？俺なら逃げも隠れもしない。おめえじゃねって言ってんだろうが、人の話聞けろ、バラすぞ。バラしてみろや。あのな、俺はな、おめえが絶望に打ちひしがれ、泣きやめいて、俺に土下座するところが見てんだよ。やばい、エリオジュンが狙われる。陽子ちゃんとか娘、まあ陽子ちゃんが娘かどうか分かんないけど、まあ分からんけど、うん、可能性もあるんじゃない。娘狙われる。だってエリオジュンが今おるってことはさ、うん、知ってると思うのよ多分。そうだね、知ってると思うのよ今哲夫ちゃんと一緒にいるってことをね、うん、ってなったらやっぱ大事な娘なのかなって思っちゃう。そうだね、うん。ねじまさん、ごめんなさい。もうしませんから、これ以上許してください。こんなこと言うんや。哲夫ちゃん、いやもうね、どん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 なんか味が出てきて、本当に可愛い。めっちゃ好き。うっせやばれ。おめえのそういうとこが昔からでっきれいなんだよ。いや、ねじまさん、ちょっと。悟空感。でっきれい。ねじまさん、私と意見合わないね。ちょっとまあ正反対ですわ。え、ダメか。なんでそれで俺が満たされると思えるんだよ。おめえどうかしてんぞ。おう、じゃあどうかしてる同士だ。仲良くしようぜ。やばい、全部好きなんだけど、喋るセリフ。強すぎる。メンタル強すぎやろ。ほんとだよね。だって相手はバラバラ殺人を犯した犯人よ。火に油注いでるやん。ね。え？そういうひょうひょうとした枝が取れるのも今のうちだけだぞ。これからあんだが大切に思う人物からバラしていくことにすっから。悪いが俺ははぐれ者だ。そんな大切な奴はいねえよ。と見せかけてな。え、ボス、俺は。もしかして俺が狙われないように。大切な人がいないなんて釣れないこと言うなよ。そんなこと言ったらよ、あんたの可愛い一人娘がかわいそうじゃないか。やっぱ娘か。受話器を握る力が。おいバカ、やめろ。それだけは絶対やめろ。いや、それだけとか言っちゃうから。言っちゃった。おお、いいねいいね、その調子だよその調子。娘さん、今大学に通うために一人暮らししてるんだね。偉いね。調べ上げてるな。あれ、あ、そや、ちょうど本所のあたりに住んでるんだっけ。え、そうだったの。嬉しい嬉しい。哲夫ちゃん、ちょっと待って、かわいい。一番愛くるしいやんね。え、やっぱ一番世界一かわいい。あ、いや待て、冗談じゃ済まねえぞ、やめろ。絶対許さん。止める、すぐ捕まえてやる。ああ、いいよいい、そのうろたえっぷりすごくいい。くそ、笑い事じゃないのに笑ってしまう。ごめんね哲夫ちゃん。で、な、で何が目的だ。あんたの大切な一人娘を昔みたいにバラしてやるからよ。んなことは絶対させねえよ。おー、まあ、居場所を聞いていいのかな。そうだね。まだチェックついてないけど、うん、もう一回聞いてる。まあこれ多分下を場所聞いてから、うん、そうだね、
どうして俺の居場所が？どうして俺がここにいると分かった？いいね、それでそれ、その戸惑い。最高だ、たまんねえ。ねじまやってる時のズッキー超楽しそうだな。教えねえよ、せいぜい悩んだけ。ああ、いいわ、教えろよ。いい場所が。じゃあ特別にヒントあげよっかね。優しい。おー、頼む。俺はな、片刃の足を持ってんだ。それでミオちゃんとヤッコちゃんをやったんだろう。ズスミ、あんたは落ち葉なき死を持ってんだっけか。ねじま、お前貸り主なのか。呪いの力を使ってんのか。ああ、俺の呪いにはな、ちょっと特殊な使い方があって。おっと、ヒントはここまでだ。そう、お前が貸り主、よりによって最悪なやつの手に。ああ、チェックついた。で、何が目的だ。じゃあ最後にもう一つ。ああ、いや、むしろこっちが本題だったかもな。まだあんのかよ。もう腹いっぱいだから下げていいぞ。遠慮すんなって、こっちがメインディッシュだ。あんたもさ、別居中の娘だけじゃこう今一つ盛り上がんねえだろ、立場的に。いや、もう十分よ。いや、十分大フィーバーしてるか、頭の中が。だから特別にあんたらが一生懸命持っている大切な市民も。ああ、再婚たまってもたまんなくてもこいつにとってはどうでもいいんだ。まとめてバラさせてもらうことにするよ。何を言ってる。なんと、俺の呪いならそれができんだよな。次の日暮れとと同時に結婚させてもらおうかね。あ、次の日迎えるんだこれ。最低でも数百人はいけるかな。それ全部お前のせいだぜ。自分のせいで一般市民が大勢死んだらつれえよな、悲しいよな。守るために警察やってますからね。バカだ、そんな強い呪いが素人に。残念ながら持ってんだわ。俺の術様はちょっと強力なやつみたいでよ。で、俺ならそれをためらいなく使いまくれる。この呪いの霊野菜はまさに俺のためにあるようなもんだよな。やけに詳しいじゃねえか。入れ知恵されたな、誰にだ。さあな、よくわかんねえや。だったら俺はそれより先に自決してお前の望みを台無しにしてやるぜ、ザマ。バカか、あんたが先に命を絶ったところで中止にゃしねえよ。逃げんじゃねえぞ。くっ、出所後の身元なんざ調べりゃわかる。逃げ切れると思うなよ、ねじま。12時間って制限時間内で組織がどこまで動けるもんかね。大きな犠牲が出てよ、おめえが効果に身をよじらせんのが楽しみだな。その上俺は蘇りの秘術に必要な再婚得られる。最高だ。ねじまも蘇らせたい人がいるのか。おんのかな、お母さんとか。うん、おい待て、ねじま、お前秘術を。じゃあな、やめよ。か、おごぽごか。おごぽごか。みんなおごぽごよみがらせたいんだな。ボス。聞いてたか、エリオ。
根島文親が何か企んでるんですか？ああ、とにかく根島を探し出して拘束するのが最優先だ。本部に要請する。うん。だが厄介なことに七不思議の呪いが絡んでやがる。根島が貸り主だったんですか？よりによって一番面倒なやつだな。いやそうよね。だってもともと凶悪なのにさ、呪詛玉持つことでさらにさ、こうね、みんなおかしくなっちゃってたじゃん。うん、衝動に駆られるというか。そうそうそう。だからなおさらだよね。もともとヤバいにプラスヤバいが重なっちゃったら最強ってこと。最強ってこと。あいつの呪いは一度に大量に殺せるものらしい。ミスミス捜査員が呪い殺されるのは避けたい。ネジマの居場所特定までは人海戦術で任せるが、その後は俺らが乗り込む必要がある。今のうちにできるだけ術なども回収しまたい。急ぐぞ。オッケーボス。 BGM かっこいい。その後、この晩のうちに合計で3人の変死体が発見されたことが報道された。偽装関連やネジマの殺害予告については秘匿情報として公開されなかったが、前日の西安警察のよしみはじめの変死から続く本所連続怪死事件として世を騒がせることとなった。警察では堤の要請によりネジマ文親の大規模な捜索網が敷かれ、堤とエリオは夜通しで付近での貸し主の捜索を進めていったが、結局無作為な捜査では何も見つけられず、こうして呪われた夜は明けるのだった。なんか案内人な気がしてるな。日暮れまであと12時間。頑張ってくだされ、ケルベロス様。あ、よく名前覚えてたね。あれ？あ、脱出成功した後のその生きてる、ああ、ヤッコちゃんか。なるほど、なるほど。はいはいはい。これは、どっちから見る？